今日の説明。今日は調布市のスポーツイベントに来ています。イエーイ。子供たちに 3X の普及活動、バスケットを楽しんでもらえるような、クリニックという会、我々チーム発でやってます。今日はそんな感じです。見ててください。本編は、はい、本編どうぞ。こんな感じで今日の調布のイベントは締めくくりたいと思います。子供たちがやっぱワールドカップのおかげでエネルギッシュで、やっぱりこういう競技の入り口みたいなところがすごく大事だと思うので、バスケットは常に楽しんでもらえれば、嬉しいし、こういう活動をたくさん、まあ、地域でもしてるし、これからいろんなところでできたら楽しいなと思うので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。